田原城を救援する作戦は順調に進んだ。しかし包囲する妖魔軍は未だ多く、現状での救援は不可能である。馬長らはさらに妖魔軍の注意を引きつけるべく小田原城に接近、長篠の地まで軍を進めた。そこで彼らが目にしたのは、妖術によりクムスト化した者たちと追い詰められた人間の一団だった。そしてその背後には猿に似た妖魔の姿が見て取れた。ご忠臣、この先でお猿同士が争っております。大きいお猿には伊達の鉄砲隊に武田の騎馬隊、顔色の悪いおじさんと美人に美少年までついている様子。小さいお猿は危機的状況です。わかるようなわからないような報告だよ。でも武田の騎馬隊か、君は雪村殿と戦うことになるね。お仕事っすから。馬儲けの戦、武田騎馬隊に加え伊達の鉄砲隊か。昨日の戦いよりも手強い相手だな。敵が手強いなら味方を増やせばいい。若、まずは豊臣軍と合流しようよ。操られた連中、なんちゅう強さじゃ。はっ、この人間とは思えんわ。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。清盛様の敵を倒す、全て倒す。こいつら、こりゃまずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。おお、ワンプつかまつったり。清盛様のために死ぬ気で。おっとやべえ、戻れ戻れ。さすが若、おっと、ここは通行止めだぜ。どっから来たお前ら。で、まあいいか、歓迎してやるよ。王騎参上。骨ごと噛み砕いてくれ。おお、甘く捕まつったり。よい。やっ、姫様は実は溶けかけていた。
いや、助かった。清盛の術で操られてる連中を助けたい。怪我してくれんか。どうも悟空が術を強化しとるようでな。操られとる奴らが人間離れして強い。じゃあね、まずは悟空を倒したい。手伝ってもらえると助かる。悟空の奴を何とかせにゃ術は解けんか。マンニムラ様はまだ術で操られているはず。何とかして助けないと。馬毛騎参上。これで敵も慌てましょう。俺と遊びたいのか。いいぜ、そらよ。やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。よし、悟空は追っ払ったな。これで術が解けりゃええが。執着至極に存ずる。二度とごめん被りたい。素晴らしきご活躍です。Oh!
今回もらった執着至極に存ずる。雪村さん、君だって術が解けたんだ。雪村殿もきっと助けられる。なんとかなる。いや、してみせるよ。はっ、せいや。私は一体何を。はっ、攻める。雪村様、はっ、よかった。攻める。雪村様が戻らなかったら、私攻める。すまぬ。はっ、そなたには本当に心配をかけたようだな。意志を奪われ操られる。この感覚ひどくおぞましいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。オロチの気配が世界を包んでおる。しかこやつは森を大きくなって帰ってこよう。私は清盛と共にオロチを待つ。あれごと、オロチの復活などありえん。完全に危険人物ですね。だけど消えてもらった方がいいんじゃない。つい見たか。熱唱、魔王旗が討ち取った。見ておれ、熱き闘志、何者にも止められん。妖術に操られていたとは。己の未熟を恥じるばかりです。私も心の健康まで損なってしまうとは。踏んだり蹴ったり。今こうして術より解放いただきました。これよりは皆様と共に参ります。蓮子殿の術は解けていない。だが救えるはずだ。なら、わしらも一緒に行くか。みんなで集まりゃいい方法が見つかるじゃろう。うん、文句なしの戦果だ。流しのを取ったようだな。これでようやく小田原城を救援できよう。しかし城主北条氏康殿は幼者出現時に行方不明。わしらが行くまで持ってくれるかどうか。郊外殿、心配は無用だ。あの城は熊姫という猛将が守っているのだ。ほほう、王将の姫君とはうちの姫様のようじゃな。